1977年の阪急ブレーブスでは、1977年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、上田理事監督の4年目のシーズンであり、3年連続8度目のリーグ優勝と、日本シリーズ3連覇を果たしたシーズンである。3年連続のリーグ優勝を目指すチームは、中日との間で交換トレードを行い、稲葉光夫と、 島谷金次を獲得。ドラフトでも佐藤義則を1位で指名するなど戦力を整備。佐藤、今場の加入などで投手陣の層が厚くなったチームは近鉄や南海の追い上げを振り切り前期を4年連続で優勝。後期はロッテの優勝を許したが、投打もに1枚上の半球がプレーオフでの勝利を予想された。後期優勝のロッテとのプレーオフ初戦は、 代打の切り札、藤井英治が満塁本塁打を放つなど、ロッテ投手陣を越して18から1で勝ったが、第2戦以降は、打線がロッテ投手陣の前に沈黙して一度は王手をかけられた。しかし3年前のリベンジに燃えるチームは、第4戦に勝って2勝2敗とすると、続く第5戦も勝利して3年連続のパリーグ優勝を、敵地、宮城球場で決めた。 日本シリーズは、長島茂雄監督率いる巨人と2年連続の対決となったが、投打ともに巨人を圧倒して4勝を1敗で破り3年連続の日本一を決めた。投手陣は、エース山田久志が2.28で最優秀、防御率と MVP を、イナバが739で最高勝率を獲得し、3年目の山口隆史が10勝11、セーブを挙げ、 白石静雄も7勝ながらも規定投球回に到達した。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。